皆さんこんにちは。群馬ちびっこ大学2021オンラインへようこそ。今回のテーマは紙飛行機競技入門です。競技用紙飛行機の種類や競技方法の説明、飛行の原理、機体の特性と飛ばし方などを説明します。今回の動画は共同教育学部の保健体育講座が作ってくれた動画です。今回は動画を見て勉強してみましょう。それではやってみよう。はい、皆さんこんにちは。群馬大学共同教育学部の新井義弘です。今日は皆さんとですね、紙飛行機について勉強してみたいと思います。それでは共有します。はい、今日はですね、紙飛行機入門ということで、紙飛行機をコントロールするということに関してのお話をしてみたいと思います。紙飛行機の種類についてですね、皆さんはこういった折り紙飛行機ですね、作ったことがあるんじゃないかなというふうに思います。あとですね、こういったこれは競技用のですね、組み立て式の飛行機なんですけれども、非常に綺麗な形のですね、高性能な飛行機がキットとして売られています。あとはこれは立体紙飛行機ですね。アンドリュー・ディワさんという方が設計しているものですね。横から見るとこんな感じで胴体が立体型しているのがね、わかるんじゃないかなというふうに思います。で、これは折り切り紙飛行機ですね。折り紙飛行機と、組み立て式飛行機の中間的なところにあるようなものですね。で、これはですね、紙ではないんですけれども、発泡スチレンを使った飛行機で非常に軽くて飛びやすいものになります。こういったものが、競技用のですね、飛行機として、あるわけですけれども、どんな競技があるのかっていうと、対空競技、これは飛んでる時間を競うものですね。で、距離競技、これは飛んだ直線距離を競うものになります。で、ジャンボ紙飛行機競技、これはですね、大きな飛行機を作ってですね、で、飛ばして、その飛距離と、飛行機の大きさをですね、こう、積算してですね、合計ポイントで競うような、そういう競技もあったり、あとはデザイン競技ですね。デザイン性を重視した競技なんですけれども、もちろん飛ぶ飛行機をですね、作って、で、そのデザイン性を競うというものになります。まあ、大きく分けてこんな感じのですね、競技があるんですけれども、この他にもたくさんこう競技が作られて、やられてはいるんですけれどもね、主なものとしてはこんなものがあります。で、じゃあその紙飛行機競技ってどのぐらい昔からやられてたんだろうかっていうことで、その歴史を見てみると、1967年ですね、ここでアメリカでですね、国際大会が開かれています。こういう記録があるんですね。なので、ずいぶん昔かなっていう感じがしますね。で、これはですね、2005年の全日本紙飛行機選手権大会のボードになります。で、2日間かけて競技を行うんですけどもね、その競技日程が書かれていたり、会場の案内図が出ていたりする、まあ、そういうボードになりますね。で、会場ではこんな感じで競技者の人たちが、テントの中とかですね、外で、自分の椅子をこう持ち込んでですね、で、自分の機体をこう眺めてみたり、他の競技者の機体をこう見に行ったりしてですね、いろいろこう話をしながら、自分の時間になるとフィールドに出て、で、飛ばして時間を競ったり、ジャンボ紙飛行機をですね、飛ばしてみたりということをするわけですね。これはジャンボ紙飛行機の、その年のですね、一番大きいものが手前にあるものですね。これが翼端から翼端までですね、横幅がだいたい8メートルぐらいある大きなものでしたね。これをみんなでよっこいしょとね、持ち上げて飛ばすわけですけども、もうしっかりね、飛ぶ機体ですよね。これはですね、群馬大学のキャンパス内で行っている紙飛行機の授業の風景ですね。こんな感じで、外に出て、で、フィールドでですね、紙飛行機を飛ばして、で、こう体を動かして楽しむという、まあそういう授業になってます。で、風が強いとね、なかなかよく飛ばないので、そういう時は飛ばさないでですね、みんなこう腰を下ろして、で、この飛行機のことについてこう話をしながらですね、楽しんでいるという、まあそういう状況ですね。で、いい風が吹いてくると、こんな感じで、これちょっとこうね、飛ばすわけですけれども、これ右上の方にですね、飛んでる飛行機がこう映ってますけれどもね、非常によく飛んでますね。二人で滞空時間を競っていたそうです。まあ、自然発生的にこういうね、競技もこう生まれてくるような、まあそんな雰囲気の、授業でしたね。
で、その他にもですね、こういった絵を描いたり色を塗ったりするっていうことをやりながら紙飛行機楽しんでいます。で、今日はですね、この紙飛行機を上手に飛ばすためにっていうことで、そのコツのお話をしてみたいと思うんですが、まず一つですね、機体のセッティングの話です。機体の微調整で飛び方をコントロールすることができるので、その話を中心に今日は行ってみたいと思います。で、その他にも風を読むとか、飛行経路を決めるとかっていう、まあ、そういうものがですね、この競技用の紙飛行機を扱う上でとても大事なこの要素になってくるわけなんですけども、今日は主にこの機体のセッティングについてですね、お話をしてみたいと思います。で、飛行機の構造についてですね、これは胴体と主翼と、水平尾翼、垂直尾翼っていうね、大きくこの4つのパーツからできています。で、主にですね、今回紹介するのは主翼と水平尾翼をコントロールすることによって、運動制御してみようという、そういうところですね、話をしてみたいと思います。で、まず最初に飛行機が空中を飛ぶために必要な力っていうのがあって、それを揚力っていうんですね。で、この揚力に関しては非常に発生原理が難しくってですね、後でまた皆さん調べてみてほしいと思うんですけどもね、奥が深くて楽しくなると思います。で、揚力っていうのは基本的にはですね、この翼ですね、主翼とか尾翼の周りに空気が流れて、でそれによって発生するものがこの揚力というものになります。で、まずこういう形でですね、青いのが翼ですけどもね、まっすぐの翼がこうあって、それに対して、風がこう流れていくと揚力が発生するというね、風の向きに対してちょっと前の方が上に向いている、これ鯨角と言いますけれどもね、その角度がついていると揚力が発生するということですね。で、さらにその翼の後ろをですね、少しこう下げてやるとさらに強い揚力が発生するっていう、そういうことが分かってるんですね。なのでこんな形でですね、主翼とか尾翼の後ろの端をこう下げてやることで、その翼には上向きの、大きな揚力が発生するっていうことなんですね。逆に、同じ翼でもですね、後ろをこう上げてやるんですね。そうすると下向きの揚力が発生するっていう、まあ、そういうことがあるんですね。で、まあ、そういう特性を利用してですね、で、この飛行機の運動を制御してやるわけなんですけれども、飛行機の運動を考えるのに必要な3つの軸というのがあります。軸ですね。それは何かというと、こういう軸なんですね。X 軸、Y 軸、Z 軸っていうね、軸をこう設定してですね。で、X 軸、これ前後軸なんですけれども、飛行機の前後をこう貫いている軸をね、これを想定するわけですけども、それを中心に運動が起こると、ローリングという運動ですね。翼を右にこう傾けたり、左に傾けたりするっていう、そういう動きになりますね。で、Y 軸、これ左右軸ですね。これを中心に回転運動を起こすとですね、この飛行機の前を、上げたり下げたりするんですね。で、さらに、Z 軸ですね。これを中心に回転運動を起こすと、ヨーイングという運動が起こるわけですけどもね。これは機体の前方部分を右に振ったり左に振ったりという、そういう動きになりますね。まずローリングの運動ですね。ローリングの運動を起こすのは補助翼と言われている部分です。これはですね、先ほど言ったように、機体のですね、この羽を右に振るのか左に振るのかっていう、そういう傾きを調整するんですね。で、主翼の後ろの端ですね、この部分を補助翼、エルロンというんですね。で、次にピッチングの運動ですけども、ピッチングの運動をコントロールしているのは、昇降舵、エレベーターと言われているんですね。機体のこの向きを上に向けるのか下に向けるのかっていうんですね。で、これが水平尾翼の後ろの部分ですね。これが昇降舵になります。エレベーターというね。最後、ヨーイングの運動ですね。ヨーイングの運動をコントロールしているのは、方向舵ですね。ラダーというものですね。これは機体の、前方部分を右に振るのか左に振るのか、そういう動きになりますね。それは垂直尾翼の後ろの部分ですね。これが方向舵になります。うまくコントロールした場合ですね、ほぼ同じ飛び方をします。まず1回目ですね。紙飛行機を、今ゴムのカタパルトでこう飛ばしてますけどもね。右側の旋回で打ち上げて、右旋回で下ろすという、まあ、そういう飛ばし方ですね。体育館が狭いので、こういう飛ばし方をしてみました。で、1回目、
ですね。はい、2回目です。ほぼ設定変えずにですね、全然変えずに飛ばしてます。さっきよりもちょっと強く飛ばしたかな。でもほぼ同じ経路で飛んでますよね。2回目です。で今度3回目になりますね。はい、テイク3。ちょっと高く飛ばしましたね。ただ飛行経路はほぼ同じという形ですね。ちょっと高度が高かったので、こっちの前の方まで飛んできましたけれども、はい、4回目ですね。大体同じぐらいの位置に立って同じ方向にこう打ち上げてます。さっきよりちょっと低かったんで右の端の方で着陸してますけれどもね。はい、5回目です。もう全然調整変えてないのでね、その飛行機の飛び方の癖っていうのかな、その笛に従ってこう右旋回で飛んでいってますよね。6回目です。同じビデオをね、何回も繰り返し流してるわけではないっていうのはね、回数を手で表してますので分かるかなと思うんですけどね。ほぼ同じ飛び方をしてますね。はい、7回目です。これ最後にします。はい、こんな感じですね。で、先ほど出たね、この3つの軸に関してなんですけど、まずはじゃあピッチングからいきましょう。ピッチングの調整っていうことですね。これは昇降舵です。先ほど言ったように、この水平尾翼の後ろの部分をこう上げたり下げたりするんですね。で、水平尾翼全体がこうあるとしたら、その後ろの部分を昇降舵というふうに呼んでるわけですね。飛行機なんかの場合には、これをですね、動くような形の機構にしてるわけですけれども、紙飛行機の場合にはね、こうそーっとねじってこう下げてやるわけですね。で、まずその方向、昇降舵がですね、ほぼまっすぐな状態の時にどんな飛び方するかっていうことなんですけれども、はい、飛ばします。まっすぐ前にね、おっと飛ばします。まあ、こんな飛び方ですね、ピッチングの調整の丸一ですね。で、今度は昇降舵を上に上げるとどうなるかっていうことですね。そうすると、こんな飛び方っていうことで。あと、オーバーコントロールな状態ですね。それと投げて、ぐるんと回ってしまいますね。宙返りしてしまうような飛び方ですね。で、次に昇降舵を下げるとどうなるかっていうことですね。そうすると、こんな飛び方をします。まあ、もう想像はつくと思うんですけどね、ストンと前がこう下がってしまうっていうね、そういう飛び方をしてしまいます。で、次にですね、ローリングの運動ですね。ローリングの運動をコントロールするとどうなるかっていうことですけれども、この補助翼をですね、コントロールしていきます。で、前から見た図ですけれども、この後ですね、主翼の表面を青で、主翼の裏面をですね、赤で示して、どっちの方向にこの補助翼をこう、ひねってるのかということを示します。まず最初に、右側の補助翼、これ前から見たところなんでね、右側が向かって左になりますけれども、右側の補助翼の裏面が見えてる。つまり、右の補助翼を下げてるんですね。で、左の補助翼も両方下げてますと。両方下げた形で飛ばすとどうなるかっていうことですね。左右の補助翼はほぼ同じです。そんなに大きくはコントロールしてないですけどね。わずかにこう下げた状態ですね。で、この状態だとこんな飛び方しますよっていうので、やってます。ちょっと斜めにね、飛ばしてみますけど。ちょっと上にフッと上がってね。で、ほぼまっすぐ飛んでいくという、そんな飛び方ですね。で、次にですね、右の補助翼の下が見えてる。だから右の補助翼を下げてるんですね。で、左の補助翼を上げてるわけですね。まあ、そういうコントロールをしてます。はい。
そうするとどんな飛び方をするかっていうのがこれですね。さあ見てください。人が見えなくなっちゃってますけど、いきなり飛行機見えてきます。はい。右旋回を起こしてますね。あ、ごめんなさい。左旋回を起こしてますね。左側にこう旋回しているという状況ですね。はい。で、さらにそれを強く出すとどうなるかっていうことですけれども、これはロールといってぐるぐるっとねじれた形の飛び方ですね。こんな飛び方をしていきます。これ左ロールを起こしているんですね。先ほどの調整をもっと強くしたものですね。これが左ロールを起こしているんですね。で、今度逆ですね。同じように正面から見た図ですけれども、右側の翼の、補助翼ですね。これを上に上げてます。で、左側の翼の補助翼を下げてます。こんな形の調整ですね。を行ってますね。で、そうするとどんな飛び方をするのかっていうことですけれども、それいけ、ね。右側に旋回を起こしましたね。こういう飛び方をします。で、さらにそれを強く出すとどうなるかっていうことですけれども、右ロールを起こすってね、ぐるぐるぐるっとねじれた動きですね。こういう飛び方になります。最後、ヨーイングなんですけれども、通常ヨーイングっていうのは、この垂直尾翼の後ろの部分ですね、この方向だと言いますけれども、これをですね、右に振ったり左に振ったりするということで、ヨーイングの運動を発生させるわけなんですが、実際にはですね、紙飛行機の場合には、これ、あまり調整しません。なので、皆さんがぜひこれ実験でやってみてください。この垂直尾翼を右に振ったり左に振ったりして、どんな飛び方をするのかっていうんですね、調べてみると、ちょっと面白い飛び方をするんじゃないかなというふうに思いますので、実際に実験やってみましょう。で、先ほど言ったように、紙飛行機の対空競技では、垂直尾翼はですね、できるだけこうまっすぐにして調整するということで、多くの競技者は対応しています。で、紙飛行機をうまく飛ばせるようになるためには、さらにですね、この使用する機体を選んで、徐々にステップアップするといいんじゃないかなという提案をしたいと思います。つまり、扱いやすい機体として、こういったスチレン製のですね、ウィングスプレーンとか、お絵描きプレーンとかですね、こういったもの、ここから入ってですね、で、次に、競技用のですね、初級者向けの競技用機というのがあります。ね、入門機になりますけれども、スカイカブ3とかですね、4とかってありますけど、こういったものからですね。さらに高性能な競技用の機体ですね。これはレーサー554ですけど、いろいろキットが出されてますので、探してですね、選んで飛ばしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、その後はですね、オリジナルの機体を自分で設計して制作してみましょうということですね。より面白さがこう増してくるんじゃないかなというふうに思います。で、さらにですね、皆さんは今日この揚力というキーワードを聞いてですね、なんだろうかってこうね、不思議に思ったんじゃないかなというふうに思うんですね。この回ではほとんどこの揚力の説明はですね、していません。ぜひですね、これ調べてみてください。とっても奥が深くてですね、まだまだわかんないことがこうたくさんあるようです。ぜひこれ調べてですね、この飛行機の面白さっていうのをですね、実感してもらえればいいのかなというふうに思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。また、会いましょう。みんな、どうだったかな？みんなも今回の授業を聞いて学んだことをもとに、オリジナルの紙飛行機を作って飛ばしてみましょう。どうやったらもっと遠くまで飛ぶのかなと考えながら作るともっともっと科学が好きになるよ。群馬ちびっこ大学ではみんなからの感想を募集しています。動画を見て勉強や実験をしてみた感想をぜひこちらのアンケートフォームから記入してみてね。みんなからの感想待ってるよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。